はい、ゲロちゃんです。ということで、今回の動画はですね、ゲロッチョ、ゲロッチョのキッチンがね、今ね、大変なことになってしまったんで、ちょっとね、見ていただきたいと思います。はい、こちらです。はい、こちらが本来ね、今ね、ゲロッチョがしているキッチンになるんですけど、まあ、流し台ですね。こちらでね、料理とかね、食器洗いとかしている流し台になるんですが、今ね、この見ての通りね、皆さんのね、大概のお宅にある、この三角コーナー、ね、三角コーナー皆さんのとこ置いてあると思うんですけども、この生ゴミをね、一時的に入れる三角コーナー。でも、ゲロッチョのところはね、もうこの三角コーナーはございません。なぜないかと言いますと、こちらですね。ちょっとこちらを見ていただこうかな。はい。はい、こちらです。はい、こちらはね、ゲロッチョね、真空バストを取り付けております。まあ皆さんでね、ちょっとわかりやすく言えば、ディススポイザーですね。ディススポイザーを取り付けてるんですけども、まあこちらね、アメリカ製の、アナハイムかな?アナハイム社の、商品になります。まあアナハイム社の商品のこちら、番号が950ですね。まあこちらの方を取り付けてあるんですけども、まあこちらのね、ディススポイザー、まあ真空マスターですね。真空マスターがね、なんとね、ちょっとね、壊れてしまったんですよ、こっち。ちょっとね、見てもらおうかな。見えるかな?見にくいね、ちょっとね、電気。まあ、音だけ聞いてもらうと分かるかも分からんけど、ちょっとね、確認かな。いきますね。スイッチ入れます。はい。モーター回ってるんですが、本体ですね。本来のこのね、羽があるんですが、羽が回らないんですよ。そして、なぜ回らないのかなと思ってね、これ見えるかな?ライト当てても見えないね。はい。なぜ回らないのか、確認したところね、このモーターとこの羽がね、もうね、廊下で、外れてしまってるんですね。まあ、廊下でもう鉄がもうダメになってしまって、羽とモーターがもう別々になってしまい、このね、スイッチ入れて、モーターだけは回るんやけども、羽が回らない状態。ということになっております。ということでね、こちらなんですがね、こちらのね、真空マスターね、ゲロッチョね、これ、だいぶ古いんですよね、買ったんが。何年前かと言いますと、当時のね、ローン組んだ書類があるんで、その書類を見ていただいたら何年前なのか分かると思うんで、ちょっとね、見てください。はい、こちらですね、こちら、ショッピングローンの申し込み内容書。これね、久しぶりに出てきたんですよね。日本総合信用株式会社。ね。そしてね、この契約した日にち、見ていただいて分かります。はい。平成7年の1月の27日ですね。今から言えば何年前かな?もう27年以上前ですね。27年以上前にやっております。こういうね、27年以上の前のね、この真空ね、マスターなんですけども、もうこの真空マスター、当時いくらだったと思いますか?見てみましょう。当時はいくらか。じゃんじゃんじゃんじゃーん。はい。真空マスター、当時19万8000円です。ね、先ほど見ていただいた真空マスターはね、当時ね、19万8000円。そして、ローンを組めば、総合計はいくらになるか。じゃんじゃーん。はい。25万1460円。25万1460円で、ゲロッチョンは27年以上前に購入しました。っていうのがあるので、ね、もうね、27年以上ね、使っていって、今回ね、はい、今回ね、このようにね、もうね、壊れてしまいました。ということでね、これ買い替えようかなと思ったんですが、一応ね、これね、取り外してみて、もしね、修理ができるんやったら修理してみたいなと思っております。ということで、とりあえずね、取り外していきまーす。まずね、扉が邪魔なのでね、このネジでね、もう扉をね、外してしまいます。はい、ではね、作業しやすいように、まずね、扉をね、外しました。まあ、こちら両方の扉を外して、そしてこちらですね、こちらがね、真空マスターの電源になるんですけども、ね、動きますね。この電源ね、入れた電気をね、コンセント出したまんまにしてると危ないので、まずこれをね、まずね、電源を抜いてください。電源抜いて動かない状態にしてください。ね、まず最初にね、こちらのホースをね、外していきたいと思います。ではね、こうやってネジを取って、ホースを抜いていくんですが、このまま抜いてしまうと、中の水がね、出てくる可能性があるので、こちらのいらないウエスですね。いらないウエスを引いて、このね、抜いていきます。よいしょ。はい、このようにね、下に引いて、そして、よいしょ、抜いていきます。はい、抜けました。こんな感じです。はい、中はね、こういう感じにね、水が出てくると困るので、はい、こちらの入れないウエスをね、この穴にグッと押し込んでおきます。そして水を出ないようにね、差しときます。
このようにスイッチをもう外しておきます。そして次はですね、はい、こちらですね、本体を右にぐるーっと回します。ぐーっといきますよ。はいはい、よいしょ。はい、こんな感じでね、簡単にね、もうね、取り外すことができます。はい、あとはこちらですね。はい、こちらはね、この下にね、パッキンがあるので、このパッキンを外していきます。よし、はい、よいよいよいよっと、はい、外れました。はい、パッキン外したらね、こんな感じでね、もうね、一つ外れます。はい、次はね、こちらですね。はい、こちらを左回し、はい、左へぐる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 回していきます。はい、こんな感じで簡単に回るので、くる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 っと回してあげると、はい、この通り、はいはい、こんな感じですね。はい、こんな感じで取れます。はい、ちょんちょん。はい、上はあとは簡単、このようにね、取ればいいだけで、もう全体的にパッキンも取ってしまえば、はい、こういう感じでね、全体的に外すことができます。もうパッキンボロボロやね。はいはい、こちらがね、取り外した本体になります。今からね、この本体をバラして修理するんですけども、まあ、一応ね、できるかどうか今からやっていきます。そしてね、これ、こっちに見てください。はい、こちらのパイプ目めちゃくちゃね、中ね、汚れてますね。うわ、すごい。はい、じゃあやっていこう。はい、こちらが真空マスターの中になります。羽の部分ですね、ほら。はい、このように、ほら、今見ました。動くんですね。もうね、この中の軸ですね。この羽の真ん中のこのモーターと接触してね、このネジ山ですね、モーターのと取り付けているネジ山がもう錆びてね、もうボロボロでね、もう外れてしまっております。こんな感じ、もうめちゃくちゃひどい。でも羽はね、まだいけそうなんですけども、ほら、羽はいけそうやけど中側の軸がダメですね。まずね、こちらですね、こちらのパイプを取り付けているこの金具からまず外して、このパイプをね、もう今からね、外していきたいと思います。ね、外したんですけどもね。はい。パイプの中がね、こんな感じ。こんなにね、めちゃくちゃひどくなっております。27年間のね、汚れがたっぷりついてるんじゃないかなと思います。今ね、はい、こちらですね。こちらの穴。こちらの穴にね、あの3箇所、はい、ネジが入っているので、今からこのネジをね、今からね、外していきたいと思います。蓋を外します。よし。ちょっと紐がね、邪魔なんですね、コンセント。よし。はい。はい、こんな感じですね。わかりますか？はい。真空マスターの中はこういう感じになっております。あれ？見当たらないぞ。これ、上のカバーをね、取り外すネジが見当たらない。これはどこにあんねやろ？あれ？おかしいな。よいしょ。ああ、これ全部もうね、固定してますね。もうカバーごと固定してるわ。うん。ということは中をね、外して、見てみるということはできませんね。完全な固定です。完全な。こちらがモーターですね。そして、こちらですね。もうこの上側のところ。もうこれね、完全に固定ですね。これがね、外れたら中のね、羽も見ることができるんですけども。もうね、完全に固定してます。ネジも一切ないし、どこも探してもね、全くないですね。これは固定だな。はい、横から見たらこんな感じですね。はい。はい、今動いたのがね、これ、羽です。これがね、羽がね、もうね、ダメになって、ガタンガタンになってますね。これ、出たり入ったり。はい、こういう感じでね、ほら、この軸ですね。このモーターとの取り付けのこの軸のね、ネジ山ですね、多分。もうね、錆びてる、もうボロボロでないわ。羽はいけるのにな、もったいないね。これ、羽をね、使えると思うんだけどな。はい、ということでね、このディスポーザーね、修理しようかなと思ったんですけども、まあね、先ほど見ていただいたわかるように、もうこの中のね、鉄ですね、もう鉄が錆びてしまい、そしてもう部品もね、壊れて抜き落ちております。そして羽の方ですね、羽の方のね、軸もね、もうね、錆びてるボロボロなので、もう、モーターと一緒に、ね、取り付けるのはね、もう不可能だと思います。もしこのがね、蓋がもし取れたとしてもね、修理の方はね、できませんね。ということで、今回もこれね、一応ね、この今回の動画ね、もうこういう感じですね。ディスポーザーというのはね、こんな感じになってますよって、中もこういう感じ。このメーカーさんのね、ディスポーザーね、こういう感じ。まあ、大体主なね、ディスポーザーこういう感じだと思います。
だからね、一応修理の方はできなかったんですけども、まあ、ディスポーザーというのはね、真空マスターというのはこういう感じのね、ないね、中になってるんじゃな、なってるということをね、分かっていただければね、参考にしていただければありがたいと思います。ということでね、エロチはね、これね、もうね、買い替えるしかないので、そして買い替える、多分ね、もう今日中にね、どこか探してね、注文しようと思っております。ところがね、注文するまでに日にちがかかると思うので、その間またこれね、付き戻しやすですね、取り付け直して、また水がね、できるようにね、していきたいと思っておりますけども。また新しいね、ディスポイザー、購入したら、また取り付け方とかね、また動画上げていきたいと思います。今回こちらのね、ディスポイザーなんですけども、まあね、修理がね、しようと思って、できたらね、修理の方ができたらね、すごく良かったんですけども、もう中のね、もうね、鉄がね、もうボロボロ、もうどうしようもない状態ですね。ということで、今回ね、こういう感じで動画ね、終わらせていただきたいと思います。ということで、またね、いろいろなね、動画も上げていきますんで、今後もね、どうぞよろしくお願いします。ということで、ね、またつまらない動画ばっかりですけどもね、またね、見ていただければありがたいと思います。ではね、またね、バイバイ。